北朝鮮によるミサイル発射が相次ぐ中、緊急事態に備えようと J アラートの試験放送が今日全国一斉に行われ、県内でも異常がないか確認されました。松山市でも J アラートの伝達訓練が行われました。危機管理課で午前11時に J アラートの試験情報を受信すると、担当の職員が内容を確認。このあとモニターに映る市内284箇所の防災行政無線が各光り、正常に受信放送ができているかを確認していました。松山市の防災行政無線、すべての放送局と個別受信機から適正に、問題なく放送されたと思っています。 J アラートは弾道ミサイル情報や緊急地震速報など、緊急時に国から迅速に住民に情報を伝えるもので、松山市は今月も北朝鮮からミサイルが相次いで発射されていて、 J アラートの情報に合わせ安全行動を取るよう呼びかけています。